本名、徳永秀明福岡県柳川市生まれ、兵庫県伊丹市育ち。身長175センチメートル。所属レコード会社は、ユニバーサルミュージック。公式ファンクラブは、トニー、S クラブである。名前に使われている徳の字及び、A の字は正しくは、戸籍と同じ旧字体である。2002年11月14日のモヤモヤ病による。 活動休止からの復帰会見以降、本名の旧字体表記で活動を始めたため、近年では各種メディアで旧字体表記が増えているが、文字化け等のリスク回避のため本項目では新字体を使用する。福岡市立別府小学校、伊丹市立南中学校、伊丹市立伊丹高等学校を卒業後、大阪の観光専門学校へ、中学2年の時に、 ラジオから流れてくる音楽に励まされ、勇気をもらっていた。中学3年生の時に、井上陽水の氷の世界を聞いて、衝撃を受け、音楽で自分を表現したいと思うようになる。専門学校を中退後、19歳の時に上京、アルバイトをしながら、ミュージシャンを目指す。レコード会社近くの飲食店などで働き、顔なじみになった、音楽業界の関係者に、 自作の曲の入ったカセットテープを渡したりするなど音楽で身を立てられるよう積極的にアプローチをしていた。またこの頃から新宿ルイードで定期的にライブを行う。父親から25歳までにデビューできなかったら自分と同じ保険の営業マンになれと忠告されたオーディション番組スター誕生第44回決戦大会に出場。 山下達郎のライドエ n タイムを熱唱するが、惜しくもスカウトされず、同じ日に松本明子、本田美奈子も出場していた。デビューのきっかけを求め22歳で、俳優養成校 TBS 緑山塾入塾。1985年8月、第2回マリンブルー音楽祭において、グランプリ受賞。1985年、 上記マーリンブルー音楽祭を主催する上野義美が1982年に立ち上げたミニ FM 曲キッズラジオステーション制作葬式を取るロックミュージカル原宿グラフィティの概要を発表徳永もオーディションに参加するオーディション参加者にミュージカルスターやダンサーを目指す者も,も多く激戦であった最終オーディションではサムと徳永が競い 役柄のイメージとルックス、歌唱力が抜きん出ていた徳永が主演、トニー役を射止める。後に設立される、ファンクラブ名、トニー、S クラブは、この公演の役名から拝借した。同年10月、東郷神社特設ステージにて10日間の公演が行われた。共演は、七瀬夏美など。1986年1月21日、アルバム、ガール。 シングル、レーニー・ブルーで、ラジオシティレコードより、レコードデビュー。戦術の父親との、25歳まで、の約束ギリギリの24歳10ヶ月でデビュー。24日に、新宿ルイードで、メジャーデビューライブ。同年2月8日、朝日放送、ヤングプラザ出演、レーニー・ブルーを歌う。メジャーデビュー5発のテレビ出演。同年四月十五日、オフィシャルファンクラブ、トニー。 S, S クラブ設立。1987年、ラジオシティレコードを同じ文化放送と、渡辺プロダクションの合弁会社であったアポロンに、統合、業務移管。徳永も、アポロンへ。同年8月、富士フィルム、富士カラーの、CM ソングとなった、シングル、輝きながら、が、徳永自身初めて週刊オリコンチャートの10位以内に、入るヒット曲となる。 また TBS テレビ系、ザ・ベスト10や日本テレビ系、歌のトップ10に初ランクインを果たした。1988年12月14日12月15日、初の日本武道館コンサート。TBS 緑山塾時代に宣伝した5年後に武道館でライブをやりたい目標を実現させた。1989年12月28日、フジテレビ系ドラマ、 悲しいほど好き。ミスター・ダンディお嬢様に恋をするの神崎、国彦役で、テレビドラマ初出演初主演。1990年、事務所独立。プライベートオフィス、マゼラン設立。同年1月16日、シングル、夢を信じておリリース。テレビアニメ、ドラゴンクエスト主題歌。現時点で同曲が、徳永自身最大のシングル売上数。 39.7万枚を記録。同年7月7日、シングル、壊れかけのラジオをリリース。本人も出演した、t b s 系金曜ドラマ、都会の森主題歌。前作、夢を信じてに次ぐ、売り上げ数、36.6万枚を記録。当時の徳永は、ヒット曲を生み出す重圧に苦悩しながらも、中学生の頃に純粋に音楽と向き合っていた頃の、 自分を思い出し、同曲を書き上げたという。同年10月9日、アルバム、ジャスティスをリリース。1991年3月、徳永自身初めての CM 出演、金棒ゼニスがオンエアされる。同年4月10日、上述の金棒化粧品、CM ソング、ウェンズデー・ムーンをリリース。4月22日付で自身初となる週間オリコン1位を獲得。 同年9月5日、月経館の CM ソングに採用された、Love is All をリリース。自身3番目のシングル売り上げ数、35.4万枚を記録。1993年1月、生体ポリープ手術のため、ツアーを延期。同年2月、児童環境づくりのための期間限定ユニット、Use.to be a child に参加。僕らが生まれたあの日のようにをリリース。 1994年9月、元モデルの女性との結婚を発表。1995年、第一子誕生。1996年、レコード会社、アポロンが、バンダイに吸収され、バンダイミュージックエンタテインメントとなる。1997年11月、進むべき道を見失い、原点に戻る意味で、 シングル、レーニー・ブルー1997トラックをリリース。ベストアルバム、バラード・オブ・バラードをリリース。初のバラードコンサートを行う。1998年、第二子誕生。スペインに単身で渡り、充電期間を過ごす。レコード会社を、キングレコードへ移籍。2000年、バンダイ・ミュージック・エンターテインメント解散により、同社から販売された CD ビデオなどが回収。 2001年1月6日より TBS スーパーサッカーメインパーソナリティを務める2001年5月もやもや病のためコンサートツアーを中止スーパーサッカー交番2002年11月もやもや病を克服レコード会社をユニバーサルミュージックへ移籍活動再開2003年5月読売ランドにて野外ライブ 赤い太陽の日を開催。以後、夏恒例のイベントとなり、2009年まで7回連続で開催。2005年、女性ボーカルの曲をカバーしたアルバム、ボーカリストをリリース。2006年、デビュー20周年記念のベストアルバム、ビューティフルバラードをリリース、コンサートツアー、ビューティフルバラード、ビューティフルシンフォニーを行う。また、2作目のカバーアルバム、 ボーカリスト2をリリース。年末には、第57回 NHK 紅白歌合戦に初、出場、壊れかけのラジオを披露。2007年5月、奈良の薬師寺で行われた、プレゼントツリーライブ音楽の力で森を作ろう、薬師寺本尊海岸線3 1 0年記念放送コンサートに出演。3作目のカバーアルバム、ボーカリスト3をリリースした。2008年、 ベストアルバム、シングルスベストとカップリング曲を集めたベストアルバム、シングルス B、サイドベストを同時リリース。2010年4作目のカバーアルバム、ボーカリスト4をリリース。徳永は1980年代から2010年代までの4つの、西暦10年代連続でアルバム主位を獲得。男性アーティストによる4年代連続の アルバム首位獲得は徳永が初。2016年2月22日、もやもや病による脳梗塞発症予防のため、左複合バイパス手術を行う。3月11日、退院。3月いっぱい過量のため活動を休止。同年7月と8月に、急性陰頭高頭炎のため、全国ツアー。 サーティースアニバーサリーコンサートツアー2016の一部公演を延期。2018年9月、軽度の脳梗塞を発症し入院。予定されていた公演を延期。9月11日、退院。10月7日の大阪公演から全国ツアー再開。12月5日、移動の新幹線車中で体調不良を訴え、過度の肉体疲労による過換気症候群と診断され。 翌6日に予定された富山公演を延期。オリジナルアルバムベストアルバムカバーアルバムオリコン調査ではシリーズ累計売り上げは300万枚を突破した。出荷枚数は350万枚を突破。ライブアルバムライブビデオミュージックビデオ風の言葉アイムフリー。君のいる場所に僕は生きてゆく。1999年オーネストメモリアル CD。 マホロバウィーオール言葉ほか多数。ありがとうございます。